ありがとうございます。うなぎの、なんて言えば、代用食品。ほらほらほら、いい感じだよ。これがね、ちゃんとクーポンもこれについてたんだよ。ファンちゃんへって。さて、フォークソング同好会。フォークソング同好会、これから出かけるところですが、なんですかこれ。うなじろう。うなじろうもらいました。なんかね、直火焼きで香ばしい。うなぎではないのね。1分でうなぎのかば焼き風タレと山椒付き。うん。うん。もう全然私はうなぎじゃなくていいと思います。はい。ありがとうございます。うなぎの、なんて言えば、代用食品かな、アイデア食品。魚肉を使われてるからね、体にもいいわけだしね。なるほど。加工食、うなぎじゃないんだもんね。うん。はい。ちょっと食べてみます。うん。感想はまた後日です。ね、ありがとうございます。ごちそうさまです。